はい、今日は大阪ミナミの月下美人さんにやってきました。ここ3300円で食べ飲み放題、かなりのメニューもあるし、食うぞ。まずは定番のサラダいただきまーす。うまい。続いてお刺身5種盛り、サーモン、タコ、マグロ、甘エビ、イカ。果たして食べ放題のお店の刺身のクオリティはいかに？お、これは普通。タコ、これはね、意外にいけた。で、サーモンは美味しいよね。美味しい、で、イカがね、美味しかった。ほんまに意外にイカがいけた。そして食べ放題では珍しい甘エビ、これも美味しかったね。うめ、お酒も進むよこれ。こればっかり食うわ。甘エビの塩ユッケ、うわこれ。続いてトロサーモンのカルパッチョ、どれどれお味をいただきましょう。これはね、なんかね、スモークサーモンって感じ。スモーク燻製されててね、それがまた絶妙にうまいね。肉厚で、これはね、ちょっと点数いいよ。ちょっとスモーク食べたら美味しい。みんな大好きサイコロステーキ、硬い肉じゃねえのって思って食べたら柔らかいの。これ定番のソーセージ盛り合わせでございます。このソーセージごつい、期待できるぞ。まずはノーマルソーセージをいただく。これは普通にソーセージで美味しい。これが気になる。俺すごい、これが一番気になってたね。アニメのようなソーセージ、一気にガブッといきます。外パリッパリで中ソーセージっていうか肉っぽいね。やっぱりうまい、おすすめ。骨になっちゃった。続いて鮭ハラスでございます。これでかいぞ。これはなかなか、おっこ、やばい。これはの試写も注文。ここにですね、レモンをかけて戦闘準備完了と思いきや、ホッケも注文。ホッケからいただきます。禁断の揚げ物、唐揚げです。何かこれ、どうしたこの唐揚げ。これデミセの唐揚げの味。ほんまにほんまに食べて。デミセの唐揚げ、いやもう食ったら分かるわ。唐揚げクオリティ低いな。ここでまさかのデミセの唐揚げの味です。どんどんいくよ。だし巻き卵、レトルト餃子の腕がいい。アボカドとエビのチーズ焼き、これはちょっと期待できんじゃん。どれどれ、おこ、これ普通に美味しい。ただちょっとお子さんは熱かった。ツワが熱い。どっかのチャワツワ冷たかった。鉄板のとこ今むっちゃ無理言うたった。いくらのおにぎりで米抜き言うたった。頑張りますよ、とっと。漬物、うどん、スーパーで食ってる味や。キリーン、海鮮ユッケ、イクラおにぎり、ご飯抜き。明らかにこっちの方が得意。
裕くらいやな。サーモンのカルパッチョやからここにこうしてこう乗っけて豪華に。これめっちゃうまい。ハラハラきつんぜ。また頼んだもんだこれ。これきつい。だけ食って6,600円。安い。マジで結構おすすめかも。安く済ませないとか、しょうもないとこ入るよりかはここ来た方が。外れもあるけど当たりもある。前のとこ外れしかなかったもんな。当たりもあるからここおすすめ。何やった名前？月下美人。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。